はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、主役化動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、僕の耳に起こってるね、口の中の乾燥についてお話しします。どのぐらい乾燥しているかと言いますとですね、そのお風呂に入ってても口が乾きます。お風呂の中って湿度高いはずですよね。しかし今の僕にはね、全く関係ありません。日頃からね、口の中をね、乾燥から守るためにですね、水分をね、多く取ります。なのでね、トイレに行く頻度がね、めちゃくちゃ多いんですよ。気づいたらね、5分10分間隔でね、トイレに行く時もあります。もうそれが毎日です。で、毎晩トイレでね、目を覚まします。2時かな4時かな、それ以外の時にはね、パッと目覚めてね、あ、おしっこって言ってね、トイレに行くんですけども、原因はですね、慢性 GVHD での口腔粘膜障害でございます。その白血病のね、治療で骨髄移植をするとですね、患者さんの体にもともとある細胞はですね、ドナーさんからもらう細胞をね、異物とみなしてね、攻撃します。で、これは骨髄移植における拒絶反応です。一方で、攻撃されてるドナーさんの細胞も負けじと患者さんの体に馴染もうとして、患者さんの体の中にある細胞をね、攻撃します。で、そして患者さんの体の中で増えようとしますので、攻撃はね、ドナーさんの細胞がこう馴染んでくるまでね、こうね、終わりません。で、それによって患者さんの体のさまざまな箇所でですね、僕みたいなね、その患者の体の中の箇所でですね、障害が起こる合併症になります。で、これを GVHD 移植変態縮小病と言います。僕はですね、骨髄移植をして今日でね、627日目でございます。口の中の粘膜にね、障害が出だした頃っていうのはね、移植してから100日ぐらいを過ぎた頃からでしたね。だからかれこれね、627から100引いたら527日の付き合いでございます。移植後100日以降にね、現れる GVHD はね、慢性 GVHD というものに分類されます。で、慢性 GVHD というのはですね、皮膚、口腔、眼球、結膜、肺、気管支、肝臓、消化管などの多くの臓器や組織にね、病変が起こるので、膠原病と似た症状になります。長引くことが多くてですね、日常生活にもね、使用を増やすことが多い合併症です。慢性 GVHD を合併症した場合はですね、その他の後遺症が起こるとですね、患者さんの日常生活に様々なね、障害がね、生じることがね、あるんですよ。具体的にはですね、口の中の痛みとか乾燥とか違和感ね。で、目やったら乾燥でしょ。皮膚やったら乾燥。乾燥ばっかりやんけってなるんですけども、こわばりとかもね、ありますし、で、呼吸困難とか、で、慢性の下痢などがね、その慢性 GVHD の症状として、ね、起こります。で、現在僕の体で起こっている症状の中で一番長くで一番悩んでるのは、この中で言うと、この口の中のね、痛みや違和感でございます。で、その障害というのはですね、簡単に言うと、もう口内炎です。口内炎とね、一括りにすればね、大したことないように聞こえますけども、この今のその症状をね、具体的にさらに言いますとですね、最初の頃は、口の中全体にただれて、皮がめくれて、ピリピリ、ヒリヒリしてて、で、何を食べても痛いので、とてもじゃないけどね、何も食べれませんでした。というかね、食べれるけど、痛いから食べたくないっていう状態でしたね。今でもピリピリね、ヒリヒリして痛いんですけども、もう慣れましたわ。527日もね、付き合ってるんですからね、そろそろ慣れんとね。一時期はね、全く痛みを感じない時もね、あったんですよ。だからその時はね、爆食いとかしてた。爆食いまでいけないんですけど、食べてれたんですよ。おかげでね、ちょっと太ってしまったんですけどもね。しかしね、その痛みもね、こう山あり谷ありなんですよ、本当にね。で、ここ4ヶ月ぐらいはね、痛い状態なんです。正月は過ぎたぐらいからな、正月前ぐらいからかな、結構ね、痛いわってこうなったんですよ。で、それプラス、ずっと続いてる乾燥なので、まあ、悲惨ですよ。ね、明るく言ってますけどね、悲惨です。今回のね、動画の最初にも言いましたけどもね、お風呂場でも口の中が乾燥している状態がね、ずっと続いてるわけなので、
口だけじゃないんだけど、喉の奥ぐらいまでもね、カラ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 って乾燥するのがすごい続いてるんですよ。なのでね、まあ何回も言いますけどね、悲惨ですわ。悲惨しか出てけえのかって感じなんですけど、まあね、この動画を見てくれてる方の中ではね、まあ同じ症状の方もね、いてるかもしれない。まあこれからね、移植をして、こんなことが起こるんやろうか、どんなことが起こるんやろうかって不安になる方もいてはると思います。で、移植された方でまだ日が浅い人とかやったらね、まあ僕のこういう経験をね、ちょっとね、心の片隅でも置いていてたらなと思っております。まあ、といった感じでですね、まあ、今回は口がどのように乾燥しているのかっていうのを、その詳しい経路をね、お話ししました。ね、慢性 GVHD でね、起こるね、作用が、副作用が、こう合併症ですね、そういうのがもうずっとちょっと続いているっていうことです。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。